サラか。白人の女の子ってすげえ魅力的だよね。アトラクティブ。バレンタインプレゼントありがとう。バレンタイン坊っていう坊さんが喜ぶぜ。ああ、バレンタインっていうさ、クリスチャンの坊さんはな、ローマ帝国が軍隊持ってた時に結婚させなかったんだよ。もうフラストレーションでさ、もう奥さんいなくてさ、もうそりゃローマ軍っていうのは最強に強かったんだよ。童貞野郎の集まりだから、おめえらな、俺できねえんだぜっていうの、彼女とデートできねえんだぜっていうの。だからあれだよ、イタリア人っていうのは結構魅力的だよね。イタリア白人の女の子ってすげえアトラクティブ。ロデオごっこしながらお尻ペンペンとかして、それでさ、イタリアか、うん、そうそう、それを女の子とデートしちゃいけねえっていうローマ帝国の教えをさ、こっそり黙って女の子とデートさせたりとか、結婚させたりとかしてたさ、ポン引き野郎がバレンタインなんていうの、数奇形だけど、バレンタインっていうなんか坊さんがいるよ、クリスチャンだな。で、それでバレンタインは愛の告白の日っていうらしいなっていう、よくわかるよ、クリスチャンのことだな。うん、ローマ軍って童貞野郎ばっかりだったらしいぜっていうな。だから強いんだな、もう怒りに怒りまくってるよねっていうね。うん、白人の女の子すんげえアトラクティブ。もうメリーゴーランドに乗りたいね、アトラクションだな。うん、そうメリーゴーラン、メリーゴーラン、そうメリーゴーラン、メリーゴーラン、そうメリーゴーラン、メリーゴーラン。オハイオプレイヤーズって、まあファンクバンドがいたんだけど、ソウルメリーゴーランドって、あの曲好きなんだよ。ロディオごっこしたいね。カーボーイだから、田舎者だからな。地主さんかもしれんね。アメリカのアフリカアメリカンって全くの純血のアフリカアメリカンなのかな。そういう人見た感じそうだなと思っても、 DNA 検査したらさ、意外と白人っていうか、まあヨーロッパ人の DNA が出てくるんだよね。まあジニスさんと仲良かったんだろうね。混血が結構いるんだよ、アフリカアメリカンの白人っていうのは。ジノさんにレイプでもされたかなって思うのか、うん、あれでさ、オレオか、オレオな、うん、白人の女の子でロデオウォークしてるっていうなメリーゴーランドのアトラクションになってアトラクティブって言ってで、まあ南米の方に行くと結構混血多いよな。南米美人っているんだよ。アメリカと北アメリカな、USA とかカナダとか結構、まああんまり混血のだなっていう、まあそういうガウチョっていうかな、そういうまあアメリカ先住民もいれば、アメリカ先住民もいれば、アメリカ先住民も混ざってたりとか、アメリカ大陸のな、アメリカ大陸のアメリカ先住民とか、まあアフリカアメリカンとか、
白人とかここら辺入り混じってな、根拠という南アメリカラテン、南アメリカラテン音楽って俺大好きなんだよ。でさ、俺のギターさ、もう一個形が違うのがあってさ、ストラトキャスターって、ね、え、ストラト？それ戦闘機のこと？って思うんだけど、あんな俺はさ、あまり戦闘機になってあのパイロットとしてあの人を撃ちまくったりするね、爆撃したりとかするの苦手なんだよね。あのストラットって言うとモデルさん歩きってデルも歩きだよ、スーパーストラットだよな。気取ってシャナリシャナリとあのランウェイを歩くスーパーデルも歩きな、モデル歩きスーパーモデル、俺の好きなスーパーモデルって言ったらキコちゃんね。キコちゃんのグラビアはもうキュンとしちゃうよ。俺キコちゃん好きなのね。キコの彼氏っていうのがさ、なんかブラジルのあのアジムスのキーボードかなんからしいぜっていうの。アジムスのキーボードあんなに若かったかなと思うんだけど、ブラジリアンフュージョンかな。それブラジリアン柔術のことっていうね、ブラジルのさあのエレクトリックジャズのバンドがあるの、アジムスって言ってな、あの 11PM じゃなくて何だっけ 11PM じゃなくて、クロスオーバーイレブンって曲の、あ、ラジオ番組のテーマ曲ね、クロスオーバーだよ。自分の応援してる政党以外のあの政党に投票する。まあ俺が例えば生粋の自民党員だとしたら共産党に投票するみたいなことをクロスオーバーって言うんだけど、あの俺キコちゃんの彼氏が羨ましいんだよ。ああ、キコちゃんっていうガールフレンドもいて、彼氏はアジムスでキーボード弾いてんだなぁと思ってな。ああ、キコちゃんの彼氏になりたいって。スーパーデルモと、スーパーモデルと、なんか、もう、キコちゃんのグラビア見ては胸をときまかして、あの、こうやって、俺のスーパーデルモギターを小脇に抱えてんだけど、フェルナンデスのストラトキャスターって言って、まあジャパビンティってさ、ジャパニーズヴィンテージギターね。フェンダーのストラトキャスターじゃない、フェルナンデスのストラトタイプっていうな、デルモタイプだ、ストラデルモ歩きタイプこれな。ちょっと俺あれ旧社会の人間だから改造車好きねんだよね。でさ、ストラトキャスターにテレキャスターのリップスティックピックアップマイクなつけて、それでこっち側はあのシングルハムバッカーっていうの、それあの短波通信とかハム通信の無線の話、あのマイクのことなのかなとか、ハムって何って分かんないけど、とっとこハムってあろうかなとか思うんだけど、なんかシングルハムバッキングギター、こんな改造車に乗ってるぜ、スーパーデルモギターのな。でな、キコの妹がユカッペっていうのが、まあユカ今英国に行ったり来たりしてるのかな。ユカ、まあキコの方はデルモで、ユカはなんかテクノが好きらしいな。坂本龍一先生大好きとか言ってんだけど、そうなんだとか思ってる。うん。まあ、ゆかちゃんも可愛いよね。可愛いけど、あの子は、なんか、たまに変なディスコソングとか、探してくんだよね。あの、12インチで。デルモギター。俺、デルモ好きだからさ。まあ、スーパーデルモが好きだよね。スーパーデルモってさ、なんか美容整形したような、あの、しゃんなりしたような顔ばっかりだと思ったら、意外と個性的なのがいるんだよ。グレース・ジョーンズとかさ、マイジョメカメンとか言ってな。グレース・ジョーンズさ、もう昔のスーパーモデルだよ。ファッション雑誌。かっこいいな。パリコレとかさ、ああいうのに出てたんだ。
パリコリのもうスーパートップモデルだよ、グレース・ジョーンズね、あれな、ジャマイカ出身の。そうそう、ほいであのまあスーパーデルモギターなんだけど、スーパーモデルギターな、スーパーモデルのギターなんだよ、ファッションモデル、なんかそういう感じだよね、シェイプがな、結構スレンダーでシャキッとこうランウェイを歩くとかっこいい、スタイリッシュなファッショナブルだなっていうタイプのギターだな。まあ日本製のジャパニーズヴィンテージフェルナンデス、フェルナンデスそれなんかラテン系の名前じゃねえのとか思うんだけど、まあフェルナンデス結構70年代のフェルナンデスギターっていうのはあの材木のストック、ストックス、材木ストックがさ、なんかフェンダー社の、なんか余り物の材木使ってるらしいって話聞いてから、ちょっと、これ3点止めだから70年代のストラトキャスターだよな。60年代は、60年代か、50年代のストラトキャスターは、ここのネジがさ、4本止めなんだよ。まあな。これ77年だけど4本止めでしょ、ネジがな、フェンダー社でも。でも70年代のフェンダー社のテレキャスターっていうのは本当は3点止めなんだ。あれ4点止めの70年代のテレキャスター見つけ、しかも当時8万円安いとか思ってさ、すかさず買ったんだ。でまあフェンダー社のストラトキャスターはまあ60年代50年代のヴィンテージ買うの俺お金ないからさ、まあこれにしたの。これ結構使ってる。でさ、アームが合うのないんだよね。70年代のさ、フェルナンデスのアームの、ここのアームってこうグイングインとやるやつね、トレモロアームだよ。これが合うのがなくて、まあ固定したやつ。このスーパーモデルギターっていうのは、スーパーデルモファッションモデルギターっていうのはアームがさ、もうグイングインってこれあのジミーページとか、ジミーページじゃねえか、あのジェフベックみたいにさ、ビューンっていうあのわかる、あのいわゆるチョーキングで音程をギューンと上げながら、あのトレモラアップでギューンと下げたりとかさ、そういうすげえことができるから、あのスーパーモデルギター、スーパーファッションモデルギター俺結構憧れてんだけど、トレモラアームの合うのがないから、まあ他の会社のも買ったんだな。まあでもトレモラアームを使わないストラトキャスターの名手っていうのはグレートフルデッドのジェリー・ガルシアっていうさ、ガルシアっていうぐらいだから、スペあのヒスパニック系なのかな、ガルシア地方のな、ジェリー・ガルシアっていうあのギターヒーローがいて、あのフェンダーストラトキャスターアルゲーターっていうの名機である、アルゲーターな、ワニだよ、ワニワニ、アルゲーター。まあオーストラリアの方じゃクロコダイルって言うんだけど、アメリカ大陸にいるワニはアルゲーターっていう、アルゲーターじゃないんだけどね、まあトレモラアームが使えないストラトキャスターな、アリゲーターちょっと気になるんだよ、ジェリー・ガルシアが弾いてるぜっていうな、なんかヒスパニック系のロックヒーローが弾いてんだなと思ってな、ジェリー・ガルシア、ローリングストーンズよりもチケット取るニュース困難だったん当時な。ローリングストーンズってまあトップバンドだと思ってんだろうけど、グレートフルデッドのチケット取るっていうのはあのとっても楽しいデートだね。そんなグレートフルデッドのコンサートっていうのはとっても楽しい日なんだよ、もうとっても楽しいデート、グレートフルデートなんだよ、まあグレートフルデッドあれいいんだよ、毎回もうアドリブが違ってさ、ピンクロイドもなんかちょっと違うんだけど、ただ豪華なだけアドリブかあんま変わんねえんだよな、インプロビゼーションがな。まあで、あ、今日のこのあの楽しいデートのライブ録音はこんな演奏してたとか、まあファンがさあの録音してよく弾いてた、あの
カセットテープで販売するから、まあ、海賊版なんだな、それ。あの、著作権上どうなんだっていう話だったんだけど、な。で、まあ、グレートフルデッド側も、まあ、それリリースしていいよ。まあ、そんなに俺たちの、毎回違うラブが好きなんだよ。それ、俺たちも全部ライブだ、ライブ版出せないしな、って言ってさ。グレートフルデッドのライブは録音、もうカセット、なんていうの、ポータブルカセットテープレコーダーを、みんなファンが持ち行って、オタク録音して、マイク立ててな。で、マイク立てながら、そういう、楽しいデートな、グレートフルデートバっていうバンドのライブ、まあ、その、みんなも楽しいデートだから、もう、胃の一番に飲んだり吸ったりするんだけど、まあ、録音係はちゃんと、シラフでさ、ちゃんと作業進めなきゃいけないから、まあ、PA セッティングに、勤しんで、それが完璧に済んで、ライブが始まって、一曲録音して、したところで、レベルとかな、録音レベルとか合わせたら、ジョイントを一本取り出して、あとはのんびりするんだけど、まあ、このアメリカ先住民、ネイティブアメリカンチャージっていうのがあるんだけど、まあ、アイヌの人たちに雰囲気は似てんじゃないかな。雰囲気は似てるっていうか、まあ、日本の先住民がアイヌ民族で、アメリカの先住民はネイティブアメリカンの人だね。だから俺もちょっと贅沢したいときは、まあ喫煙シーンは YouTube では許されてないんで、ネイティブアメリカンがな、ジャケのあれな、シガレット、ジョイントシガレットが好きなんね。いやそんなネイティブアメリカンのタバコなんか吸ってると、三角テントの上から飛び降り自殺しますよとか、バカなことを言うやつがいるんだけど、そんなやわらやつはグレートフルデートのライブ会場には来れんだな。で、まあ、その後、ジェリー・ガルシアは、このスーパーファッションモデルギターを弾かない、アリゲーターを弾かなくなって、専属の会社のギターを弾くようになったんだけど、まあスーパーデルマな、愛してるぜキコッペ、キコちゃん、ああそうか、アジムスのな、ブラジルの彼氏がいるんだな、アジムスのブラジルのエレクトリックジャズバンドの彼氏がいるから、ちょっと手を出すと彼氏にブラジリアン柔術で首絞められちゃって、ちょっと怖いなっていう